ブリスコは、アメリカ合衆国の元プロレスラー、WWE プロデューサー。オクラホマ州オクラホマシティ出身。元 NWA 世界ヘビー級王者のジャック・ブリスコの、実定であり、彼と同じく、アメリカン・インディアンの地を受け継いでいる。2008年には、兄と共に、WWE 殿堂に迎えられた。 息子のウェスリー・ブリスコもプロレスラーであり、WWE の参加団体、FCW でウェス・ブリスコと名乗って活動していた。兄ジャック・ブリスコと同様に、学生時代はレスリングで活動し、1967年2月に AAU 大会のオクラホマ州チャンピオンとなる。同年3月、オクラホマ州立大学を中退して、プロデビュー。 1969年7月には日本プロレスに初来日している。日本では中西部の若駒のある異名が付けられていた。1970年代は主にジャックのタックパートナーとしてフロリダやジョージアなど NWA の南部テリトリーを中心に活動。フロリダの CWF では1971年2月16日にジャックとのブリスコブラザーズでジーンフェルノスから NWA フロリダタッグ王座をダッシュ。以降、同年4月13日に、ザ・ファンクス、1977年1月10日に、ボブ・ループボブ・オートン・ジュニア、同年6月3日に、スーパースター・ビリー・グラハムオックス・ベーカー、1978年1月25日に、ミスター・サイトーイワン・コロフ、同年6月13日には、サイトーミスター・サトなど、 数々の競合チームを破り銅座を再三獲得した。特にファンクスとは大きい大敵さん、インディアン対カウボーイという図式の元1980年代、初頭まで南部各地で構想を展開しており、ジョージアの GCW では1978年から1979年にかけて NWA ジョージアタッグ王座を争った。 ドーザは1975年にも1月にロッキー・ジョンソンと組んでバディ・コルトロジャー・カービーから10月にボブ・バックランドと組んでトール・タナカミスター・フジからダッシュしておりジャックとのコンビでは1979年11月30日にもマスクド・スーパースターオースチン・アイドルを破って獲得しているシングルでは1974年5月21日 GCW にて、ジョージア版の NWA サウスイースタンヘビー級王座をボビーダンカンからダッシュ。CWF では、同年8月に、パクソン、1975年11月に、ハーリーレース、1978年7月に、リックスレーターを破り、同地区のフラッグシップタイトルである NWA、南部ヘビー級王座を通算3回獲得した。構想相手、 ファンクスの本拠地アマリロでは、1976年4月16日に、スコット・ケーシーから NWA ウエスタン・ステーツヘビー級王座をダッシュしている。この間、日本には1974年1月、1975年7月、1976年7月に、全日本プロレスに参戦した。1980年代に入ってからも、 フロリダの CWF を主戦場にエディ・グラハムやダスティローデスの懐刀となってブッカー業務も担当。選手としてはジュニアヘビー級戦線で活動し、1981年5月にトーナメントの決勝で広松田を破り NWA フロリダジュニアヘビー級王座を獲得。同年9月16日にはレッソントンから NWA 世界ジュニアヘビー級王座をダッシュ、兄と合わせての n w a に階級制覇を果たした。1983年からは、ノースカロライナの NWA、ミッドアトランティック地区にも、ジャックとの兄弟コンビで参戦。同地区では、ヒールのポジションに回り、リッキー・スティムボート &J ・ヤングブラッド、和風マクダニエル&、マーク・ヤングブラッドなどの人気チームと、 NWA 世界トップ王座を争っている。長年にわたって NWA で活動してきたブリスコ兄弟だがジム・バーネットを失脚させて GCW の主催者となったオレイ・アンダーソンとの確執もあり、1984年4月9日保有していた GCW の株式をバーネットらと共に WWF のビンスマクマホンに売却。同年7月14日からは WTBS で放送されていた NWA、ジョージア地区のプロレス中継が、WWF のプログラムにとって変わり、ブラックサタデーと呼ばれる事件となる。これにより、ブリスコ兄弟は NWA を離れ、当時全米振興を推進させていた、WWF に参画することとなった。当初は、ベビーフェイスのベテランタッグチームのポジションで、ディック・マードック アドリアン・アドニスのノース・サウス・コネクションなどと対戦していたが、やがてジャックはプロレス界から身を引き、ジェリーも現役を引退して WWF のロードエージェントに就任。以後、パッド・パターソン、トニー・ガレア、ジャック・ランザーラと共に WWE の重鎮としてバックステージを取り仕切った。1990年代末から2000年代初頭に、 かけての WWF アティテュード路線の再生期には、悪のオーナーミスター・マクマホンの側近役を、パターソンと共に演じ、自らも、ロー・イズ・ウォーの、レギュラーキャストとして番組に出演。マクマホン率いる権力ヒールユニット、コーポレーションの一員となり、ストーン・コールド・スティーブ・オーシチンや、ミック・フォーリーらを陥れるべく、関係を巡らすなど、マクマホンにこびへつらう悪の幹部として、 観客のブーイングを煽った。助走姿のポカホンタスブリスコ選手として本格的にリングに復帰することはなかったものの2000年6月6日にクラッシュホーリーから WWF ハードコア王座をダッシュ。WWF マットにおける初体感を果たしたがタイトルに欲を出したパターソンの裏切りに愛王座から陥落。同年6月25日のキングオブザリングでは マクマホンの命により、パターソンとの助走でのイブニングガウンマッチによる、ハードコア王座戦が組まれた。WCW との視聴率戦争の終結と、同時期に、アングル上からは姿を消し、以降は、プロデュース業務に専念している。2008年3月29日には、プロレス界における功績を称え、兄ジャック・ブリスコと共に、WWE 殿堂に迎えられた。近年は、 WWE のタレントスカウト部門を担当していた。2008年、WWE、電動入りナショナルレスリングアライアンスチャンピオンシップ、レスリング、フロムフロリダジョージアチャンピオンシップレスリング、ミッドアトランティックチャンピオンシップ、レスリング NWA ウエスタンステーツ、スポーツイースタンスポーツアソシエーションワールドレスリング、カウンシルワールドレスリングエンターテインメント。ありがとうございます。